始めさせていただきます、えー、朝鮮半島の今を知ると題したシリーズの今回が第17回目16とありますが前回あの、えー、急に入ったものが1つありまして今回17回目になります、えー、今回のテーマは北朝鮮経済の現状ということで,です、ねえー、隣にいらっしゃいますエリナの、えー、三村光弘様に来ていただきました。 えー、あの三村さんは今年も北朝鮮に8月に訪問されてましてその話を聞いてぜひとお,お願いしましたら快諾していただきましたどうもありがとうございますえあの私は東京新聞の五味洋二と申します司会を務めさせていただきますよろしくお願いします、えー、三村さんはですね、えーえー、公益財団法人 韓日,日本海経済研究所エリナの調査研究部主任研究員を務めていらっしゃいます大阪のご出身でですね2001年にエリナに入られて北朝鮮にはですねこれまで約40回行かれています夏にはですね8日あの6日間あのラソン というあのあ、はい、北部の経済都市を視察されてきました。あの現在北朝鮮の経済をめぐってはですね、あのこの前あのムンジェインさんがあの北朝鮮はこれ以上追加制裁に耐えられないというふうな発言があったりですね。えーえー、北朝鮮自身も経済制裁に非常に苦しんでんじゃないかっていうな見方があります。一方であの正式な統計もない。 あまりない国なものですから、その実情は分かりません、あのですからあの、三村さん、あの現地で見てこられたこと、非常に貴重だと思います、それではですね、あの1時間ほどお,お話しいただいた上えで、えー、質疑応答させていただきたい、30分ぐらいと思っております、じゃあ、あのよろしくお願いします。はいえー、皆さんこんこにちは ただいまご紹介いただきましたエリナ韓日本海経済研究所の三村と申します、えー、今日は北朝鮮経済の現状ということで、えー、少し長めの,あのレジュメを用意しました、えー、ただ、これを機械的に読んでいるともう1時間すぐ終わってしまいますので、えー、どちらかというと結論の部分、まあ、1、2、えー、4と、えー、いうのがそうなんですが、まあ、その部分をですね メインにお話をしたいいと思いますそれで北朝鮮をどう見るか北朝鮮を経済の面からどう見るかということですけれどもまず北朝鮮経済の特徴としてはですねあの経済制裁を所要の前提として成長してきたというふうに言えると思いますというのは1948年9月9日に、えー、朝鮮民主主義人民共和国が建国をして アメリカの経済制裁の対象になったのが1950年6月28日これは朝鮮戦争の開戦3日後です以来ですね70年の歴史の中で68年以上ですね制裁何らかの制裁を受けるという、まあ、そういう状況できましたもちろん現在の国連安保理制裁特に核実験をやった後のですね 国連の制裁はです、ね、年々厳しくなってきて最近ではほぼ貿易取引がで,す、ね、できなくなると、まあ、そういう厳しい状況になってきているわけですけれども、まあ、そこまでいかないにしろ北朝鮮は常にアメリカの敵であり続けたそして、陰似用に,にそのアメリカとの敵対関係というのが各国との貿易関係に あるいは経済交流関係に影響を及ぼしてきたというふうに言えると思いますただ、その1991年まではですね東側陣営に属していましたので、えー、基本的には東側陣営の社会主義、世界市場からものを調達することができまた、その調達の条件もドルで払えというわけではなくてですね えーまあ、バーター貿易、まあ、議定書を国家間で、えー、締結するという、まあ、支援の要素がですね多々入ったそういう貿易でありました、えー、なので、えー、北朝鮮の経済を見るときには、えー、1991年のソ連崩壊それの前後でですねずいぶん様相が違う。まあ、せあの もう少し正確に言うと80年代の後半からもそあのかなりそれは見えてきたわけですけれども91年の12月25日にソ連が崩壊して、えー、それからというわけではないですもう89年あたりから、えー、ハンガリーが韓国と国交正常化したりですねそういうまあ,あの言ってみれば彼らの表現で言うと同盟国の裏切りがもう始まっていたわけですので。 えーまあ、そうですけれども、まあ、91年という年を前後して、ですね社会主義権の一員としての北朝鮮というのと、えー、アメリカのお、まあ、制裁ないしは敵視、彼らの言うところの敵視政策に、えーまあ、単独派遣の、アメリカ単独派遣の中で、一、えー、人でですね、えー、それに立ち向かざるを得なかった北朝鮮と、このお違いはですね、 彼らがいろいろ言っています大変だったと言っているんですが言っている以上に大きいと思いますそして北朝鮮が何よりも核を開発した原因というのはこのアメリカとの敵対関係を何とかヘッジする必要があったからだということになりますので。 えーま、北朝鮮は今あの、アメリカといい関係を結べるのであれば我々は核を持つ理由がないというふうに言っていますで、それは本当にそうだと思います、えー、つまり経済的な面から見て、えー、北朝鮮にとってです、ね、核を捨てるう、まあ、インセンティブとなりうるのはアメリカの敵であり アメリカの単独制裁そして国連の安保理決議による制裁国際的制裁の対象である北朝鮮がそういう制裁の関係からですね解き放たれて普通の発展途上国として経済建設に邁進することができるさまざまな環境が用意されるということになろうかと思います。 でその中にはおそらく日本との国交正常化とかアメリカとの国交正常化とか日本との国交正常化後に行われるであろう日本の経済協力といったものも含まれますですのでそういったものがです、ね、北朝鮮にとってはやはり核を捨てる一つの大きなインセンティブになると思いますので経済はです、ね、そういう意味で今後北朝鮮を語るにあたって まますます重要になってくるこれまではどちらかというと経済は政治の従属物でした政治が基本的な変数で、えー、経済はその従属変数だったんですがそれが独立変数になろうとしているというのが現状であると思います、まあ、そういったあの北朝鮮経済をめぐるですねパラダイムの大きな転換というのが、えー、ここ早ければここ数年でですね 実現するかもしれないという現在ですね、あの北朝鮮について少し、えーまあ、整理をしておきたいというふうに思っています、で北朝鮮2の北朝鮮経済をどう表現するかということなんですが、これはあの質問がよく寄せられる項目です、北朝鮮ってあの市場経済って言っていいんですかとかですね、計画経済って言ってるけど、本当に計画は作ってるんですかとか、いろいろ聞かれます。それであの 一応、社会主義計画経済というふうに言ってるんですが、毎年の計画は作ってます。でも、昔のようにですね、第何次7か年計画とかっていう長期の経済計画は今作っていません。その代わりに2016年から2020年までですね、国家発展5か年戦略と、でこれはあの今までの国家計画、あの国家経済、長期経済計画は、 全て最高人民会議で、えー、法として、えー、採択されてたんですがこの五か年戦略についてはあのそういう手続きは取っていないそれでそれは北朝鮮の学者とこの五か年戦略は長期経済計画なのか否かということをお、まあ、一応議論したことがあるんですが、えー、北朝鮮の人にとってはです、ね、そういう議論の立て方はねみ,みのにみみ水のようでしたというのはわれわれはそんなこと考えたことない。 この5カ年戦略は、第7回党大会で金正恩あの委員長が、えー、御みずから話したことなので、われわれとしては当然、それを遵守すべき目標だと考えていると、でそれがあの法的性格を持つとか、どうかとかとかっていう、そういうことについては、実,実はあの私に指摘されるまで考えたことがなかったというふうに言われました。 でこれはまあ私の解釈でいうと、やっぱりでも長期経済,経済計画というよりは、もう少し緩いガイドラインなのかなというふうには思っています。というのは、あの到達すべき目標が公表されてないんですね、例えば電力何万キロワットとかで何億キロワットとかですね、えー、あの石炭は何トン生産するとかですね、そういった目標を今までの経済計画では必ず言っていたんですけれども、そういったものがない。で 具体的な内容を聞いてみると、これからそのような長期経済計画を立案して実行していけるような状況を作るための準備の作業であるというふうに言っていました、でこういう、まああの、毎年の計画はあるけど、長期計画経済計画はまだない、これは1993年に第3次7か年計画が、計画の多くが未達成で失敗して終わってからですね。 やってない、まあ、その経済、その後飢餓の時期がありいわゆる苦難の行軍と呼ばれる苦しい時期がありましたけれどもそういう中から今、少しずつ回復をして成長軌道に今入ろうとしている北朝鮮ですが、えー、じゃあ,あの、中国の改革開放あるいはベトナムのどうもいいというのと北朝鮮が言っている朝鮮式あるいは売り式の経済管理方式というのはど,うどこがどう違うのかということについて少しお話をしたいと思います。 で中国の改革開放にしろベトナムの土井門にしろお、まあ、最初始めるときは非常に、えー、慎重に始めました、えー、完全な市場化以降とかということは言わずに始めたんですが、えー、しかし、この中国とベトナムの2つに、えー、あって北朝鮮にないものというのは何かというと、えー、実は中国もベトナムも、えー、朝鮮半島も、えー、分断国家でありああで まあ台湾あの中国は今でも台湾と分断してますしえ、ベトナムはその後統一しましたけれども、朝鮮半島はえまだ分断状態にあると、ただし、中国が改革開放を始める1978年の時期に、台湾に攻められるということは基本的にはもう想定外であった、ですので、自分たちの改革が失敗したからといって、中華人民共和国がなくなって、台湾に回収されてです、ね、中華民国に再びなるというようなことは考えなくてよかった。 そしてベトナムの同意思いも始めるときには、えー、もう南北は統一していて、アメリカとの関係もある程度良くなっていたという、ですねそういう状況ですで、もちろん中国も改革開放を始めるときには、アメリカとの関係がもう、肩がついていましたので、そういう意味では、アメリカとの関係も良好な関係が予想される中で、この中国とベトナムの改革開放なり、同意もいは始まった。 で現在、北朝鮮はさまざまな経済、まあ、改革とは彼らは言わないですけれどもさまざまな新たな経済管理方式の改善ということを、まあ、実施上の経済改革を今行っていますしかし、えー、南北はです、ね、分断をしていてです、ね、で北朝鮮が大きな失敗をすれば、えーまあ、南に九州統一されるという可能性は十分にあるそして えー、韓国の高度経済成長はこれはハンガの奇跡と呼ばれるようなです、ね、極めて、えーまあ、力強い、えー、ものでしたそして韓国は今、G20 のメンバーにもなっているとで人口は韓国の方が倍多いですからあそういう意味でもあの北朝鮮の経済が、ね、韓国を一人当たりで凌駕することも難しいし、えー、総量で凌駕することはまず無理だとういうことが言えると思います。 でですのでそういう中で経済をいろいろ改革をしていてです、ね、失敗をすると統一、吸収合併される可能性があり成功したとしても韓国の経済成長のそれに及ばない可能性が極めて高いということでなかなかやはりその体制間の競争がある中で大胆な政策変更というのが難しいという状況が続いています。 そして何よりもアメリカとの関係がですね、最近は改善がちょっと見られそうな予感がありますけれども、まだ正式に国交正常化したわけではありませんし、様々なアメリカの単独制裁、あるいは国際的な制裁の中にあるということで、対外的な取引、金融も含めたですね、様々な分野での制裁というのは続いているということで、北朝鮮としては、 対外的な関係をです、ね、推進する上で大きな障害があるというふうに判断していると思います。であのまあ、とはいえです、ねあの、この3つの国々の共通点というのもありましてそれは何かというと、えー、もうあのソ連、東の社会主義し世界市場というのはなくなった。で自分たちで何とか 世界市場これはもう資本主義の世界市場ですね資本主義が支配する世界市場に対応していかないといけないそこと物の売り買いをしてお金を稼いで自分たちの国を飛ばしていくということをやらないといけないという覚悟があるということにおいては、えーまあ、中国の場合は78年から え南巡講和の92年までというのは、まあ、どちらかというと、助走期間というふうに考えていただいて、92年以降の中国の大きな変化というのは、やはりソ連等が、の社会主義政権が崩壊したということで、自分たちも崩壊するわけにはいかないと、だから経済をより強くしていく必要があるということで、まあ、の78年の変化も大きいですけれども、92年の変化というのも非常に大きかったというふうに思います、まあ、そういう共通点があるということは指摘できるかと思います。 それで、えー、北朝鮮は今、社会主義計画経済を実行していますというふうに公言をしています、えー、しかし、あの私もあの本でもちょっと書いたんですがとはいえあの90年代以降ソ連が崩壊した後ですね、えー、北朝鮮は国民生活を配給という形でですね、えー、支える力を失いましたで人々は食べ物を、まあ、自分でお金を稼いでですね えそれは公的なサラリーですべてを賄える幸せな人もいれば、副収入がもうほとんどという人もいます、それは人によって随分違いますけれども、基本的には自分の才覚で,ですねお金を稼いで、そのお金でえ国からの供給というよりは、市場とか、あるいは国営商店でも販売価格が市場価格になっているものがほとんどですので。 えー、日々、買い物をするときの値段というのは、まあ、市場価格であると、この市場価格というのは、まあ、実際に平壌とか、あ,、まあ、あちこちの街に行って、買い物されたらあよく分かると思いますけれども、えー、北東アジアの、まあ、国際市場価格、まあ、もうちょっと平らに言えば、隣接する中国の東北地方の値段かける1.2倍ぐらいっていうのが、あ平壌ンヤンでふだん、まあ、物を買うですね。 中国のものを買うと大体まあ中国の値段とえ同じから1.2倍ぐらいの値段になるというまあそういう感じだと思いますけれどもそういう値段で取引がされているという中でえ暮らしています、えー、しかしえ北朝鮮では一つはですねその価格の決定のメカニズムというのは確かに需要と供給の関係でえまあ決定されてますけれども 他方、所有性の問題でいうと、北朝鮮のでは生産手段は国家か共同組合、まあ、これは共同農場ということになります、昔のソ連でいうと、コルホーズですよね、その国家か共同団体が所有することになっていて、個人が生産手段を所有するということ、そして民営企業を起こすということは、基本的に認められていないと。 いうのが現状ですもちろんこれはあの制度としてそうなっているというだけで実際にはあの自営業のようなものをやっている人というのはたくさんいますし、えー、民間のビジネス活動というのも、えーま、国営企業の看板を借りたりしてです、ね、行われているというのも現実ですしかし北朝鮮ではまだ制度的に、えー、民営企業というのは認めていられていませんから、えー、例えば商売をしている人が 自分のやってる会社の、あるいは自分のやってる商売の屋号を使ってですね、銀行口座を開くというようなことはできないわけです。したがって、民間のビジネスというのの決済というのは、そういう公的な決済のネットワークからやはり離れているということでですね、こういった状態がですね、長く続くと、正規の,あのビジネスをやる、税金を納める、会計を明瞭にすると。 いったようなななな習慣が、えー、なかなか生まれないと、えー、そういう、まあ、デメリットも大きいわけですけれども、えー、今のところ生産手段の私有化というのはあのイデオロギー上認められないというのが北朝鮮の、えー、確固たる立場になっていますしかし実際にはそうやってののあの品物をです、ね、商品として扱われ国営企業が自分たちで,です、ね、国からあの割り当てを受けることができる 物資に関してはそれは国の国営工場から国営工場に国家が決めた価格プラスアルファぐらいで、えー、もちろんそれを理解はされるわけですがそれ以外に市場から市場から供給を受けるということもありますその時には市場価格で決済も北朝鮮のウォンというのもありますけど実際にはドルとか人民元とかユーロとかっていう外貨も使いながら行われていると。 そしてその値段は中国とあんまり変わらない値段であるということでですね、えー、そういう <laughs>、えー、価格メカニ決定メカニズムはあ市場価格が使われているけれども、えー、所有性においてはまだああの社会的な所有というのがメインであるということになっているということで、私はそれをあの市場経済と呼べないので、まあ、商品経済というふうに呼んでいます。 でこれが市場経済に移っていくためには、やはりあの市場経済であるというためには、ですね、まず何よりも各会社、あるいは経済実態がですね、自分の意思で決定をして、投資をしたり、ですね、あの生産をしたりすることができる、そういう文献化が行われる必要がありますし、そして政府の方もですね、 市場経済を実施するために必要な法的なあるいは金融の枠組みを提供するですから民営企業がちゃんと企業として設立できて登記できて銀行口座も開けて納税もしてそしてそういう制度の下で働く人々に社会福祉がちゃんと与えられるような仕組みを作っていかないといけないわけですけれどもそういう仕組みはまだ北朝鮮ではできていません。 したがって北朝鮮の経済というのはもちろん市場的な要素というのはものすごく大きいんですけれどもあのそれを市場経済とはまだ呼べないという段階にあるというふうに今申し上げておきたいと思います、えー、ですので北朝鮮はあの公式の制度がです、ね、国民生活を支えきれていないという状況が90年代以降ずっと続いていて 何度かそれをですね国家の手に取り戻そうという試みがありました最近のもので言えば2009年の11月に行われたいわゆるデノミと言われているあれ貨幣交換というふうに、まあ、あの正式にというか厳密に言うとあのデノミネーションというれ貨幣交換で古いお金は使えませんというふうふにしちゃったので、えー、貨幣交換というふうふに言いますけれどもその時に、えー、市場で設けている人たちからですね現金を取り上げて交換限度額を設けてですね あの古い貨幣を無効にしてそういういわゆる市場勢力のお金を取り上げるとういうことをやりましたでその結果国営部門がですね力を取り戻す予定だったんですがどうもあるべき商品とか食料が国営企業や国家機関の倉庫になかったようで大混乱になりましたで結局市場の閉鎖 そして外貨の使用の禁止というのをやったんですが、それが3ヶ月も持たなかったと、そして元の木阿弥に戻ってしまったというのが2009年11月の貨幣交換のまあ失敗ということになるかと思いますで、その段階で北朝鮮は、経済というのはどうもその権力的にコントロールすることはできないものなんだと。一種の生き物であって、 経済は経済の論理で、えー、統制をし、そして運営をしていかないといけないとこういうことにどうも気づいたようです。ですので、その後のですね、特に金正恩時代に入ってからの北朝鮮というのは、先ほど申し上げた実質上の自営業とか、実質上の個人のビジネスとかというものが、まあ、黙認のもとでですね、えーまあ、あの、 育っているというふうに言えば肯定的だし、はびこっているというふうに言えば否定的ですけれども、とにかくそういうのが生存していると、しかし、それを法的に公認をして、ですね保護しながら税金も取って、マクロ経済政策を運営するというような、市場化以降にはまだ映っていない、それがいつできるのかというのが、今の北朝鮮の重要な問題であると。 というふうに申し上げておきたいと思いますで今北朝鮮のですねこの二の一番下のポツですけど政策としてですね硬いのはですね自律的民族経済建設路線というのがありますこれは一言で言うと何かというとあのフルセット型の産業構造を国内に持ってまあ日本みたいにですねもう鉄かあの上流から下流まで全部持つで 制裁をされる、そして、えー、周りの国からすべてを封鎖されても、国産の原料、そして国産の燃料で、7割ぐらいは動くような設計にすることが目標です、本当にそうなってるかどうかは別ですけど、えー、それが目標です、ですので、えー、完全封鎖をされても生きていけるようなシステムを作るというのを、これは金日政時代からです、ね、この70年間、ずっとやってきました。 まあこれは朝鮮戦争を戦ったときのです、ねえー、苦い教訓、つまり中国もソ連もアメリカとあの直接、前面に立って戦いたくないのでアメリカ軍が出てくるとちょっとですね手,あの手心を加えるというか直接衝突をして第三次世界大戦にならないように配慮すると。 でも、北朝鮮としてはそこにいるアメリカ軍を叩いてほしいわけですで。自分たちの力ではやはり工業力の不足で武器が足りなかったり弾が足りなかったり戦車が足りなかったりあるいは飛行機は空軍はその時はなか、まあ、あの結局はソ連に助けてもらうしかなかったので、えー、そういうのはなくてですねプサンの手前までですね行ったのに、えー、統一できなかったという、まあ、苦い思い出があるで中国だってソ連だって結局は自分たちの身が可愛いから 最後は自分たちを裏切るよねという、そういう、まあ、あの気持ちがです、ね、強かったと思います、それがあの今でも国,国産の燃料、原料で、えー、7割を確保するということを目標にするような、えー、そのためのコストというのが高くてもいいということも含めてです、ね、極めて、えー、不合理というふうに、まあ、言ってもいいかと思いますあの、経済合理性だけで言えば。というのは、北朝鮮には石油が出ないんです。 で石したがって北朝鮮の化学工業というのは石炭化学なんですね、これはもうあの、えー、燃料革命のころですね、1960年代から70年代に、えー、もう世界のほとんどの国がですね捨て去った石炭化学が今でも北朝鮮では、えー、国内の原料が使えるからという理由で残っています。 で石油価格にあった方がもちろん効率はいいんですけれども石油は輸入しないといけない止められたら何もできないのでそれはしないというふうになっているでこの自律的民族経済建設路線というのはおそらく最後まで残るんじゃないかと思いますアメリカとの関係が良くなり日本との関係が良くなりある程度国交正常化もしてですね世界から迎え入れられても その昔のですね恐怖というのは当分の間、記憶から消えないでしょうからこれは結構残ると思いますそして社会主義計画経済というふうに言ってますがこの計画経済の部分はずいぶん変わってきました昔は本当に1年毎年ですね1回計画を作ってですねその後いろんな事情変更が起こってもあのもちろん最高指導者が現地指導してここを変えろと言ったら変わりますけど あの例えば外国から注文を受けてこういうものを生産したいとかと言ってもなかなかですねそういう変更が認められないといったことがありましたが今では、えー、国内あるいは海外からの注文に応じて柔軟に計画を、まあ、あの修正するそういうようなんです、ねえー、ことができるようになってきているので、まあ、あのどっちかというとその前の社会主義という方があが重いでその社会主義というのはどういうことかというと生産手段の社会的所有であると。 つまり私有化は行わないということですそれから集団主義というのが非常に重要ですというのは北朝鮮ではです、ね、今でもあの国営企業の経営判断というのはあの支配人というのは社長なんですが支配人がやるのではなくて工場内の党委員会の集団的決定によるというふうになっていますで工場内の党委員会にはもちろんマネジメント層も入ってますけれども 労働者代表ももちろん入っているわけですですので、えーまあ、このあたりですね、あのまあ、実際にはあの日本のような労使協調型で、とにかくうちの会社が潰れたらみんな食いっぱぐれるんだから、頑張ってやりましょうというふうに、えー、やっているところが多いというふうには聞いています、しかし、えー、やっぱりマネジメントがですね、えー、非常に短時間でおいろんな決断をして、 いいろろ反対はあるけどこれがうちの会社の生きる道だというふうな判断をするときにですね、えーまあ、あの社長の権限があ絶対であるというわけではないというところですね、でこのあたりは一人の人のですね独断によって、えー、その会社が動かないようにしよう、まあ、これは会社だけではなくてですねやっぱりそういうチェックアンドバランスというか、えー、そういったものがですね、えー、どうもあるみたいで。 これもですね今後どういうふうに変えていくのか、まあ、朝鮮労働党の指導をどのように社会に浸透させるのかというところですが朝鮮労働党の一党独裁というのはやはり当分の間なくならないとこれは中国共産党もベトナム共産党も今でもそうやってますのでそれは同じような形で続いていくのではないかという,ふうに思います。で,3ですけどこれもあの一応あのこう 書いておきましたので、後で帰ってから読んでいただけたらいいんですが、最初のところですね。あの北朝鮮は1945年8月に、まあ日本が戦争に負けたときにですね、えー、まあ解放されたと。そこからあのどういうふうにあの日本の植民地である朝鮮を独立させるのかっていう話が進んでいくんですが、あの38度線の北側はソ連軍が、南側は米軍が。 大日本帝国の植民地の、まあ、敵,敵の領土として、えー、占領すると、でそこからあの、まあ、冷戦が始まっていく過程がです、ね、ちょうど北朝鮮の、あすみません、朝鮮半島の独立の検討の時期と重なっているので、えー、結局は分断して独立せざるをえなくなっちゃったと。 いうことですそしてその冷戦がですねホットな戦争として南東西陣営間の代理戦争として戦われたのが朝鮮戦争であるということになりますでその45年8月から1948年9月9日までの,あの建国までの間にですね朝鮮半島の北部ですね38度線より北ではですね えまあ人民政権といったその現地のどちらかというと共産主義者をあのメインとするですねそういったあの政府のようなものですよね、えー、まあボランティアですけどそういうものが生まれていってですねそしてえその戦争が終わってもうすぐ1年も経たない46年の3月にえ土地改革をやりましたでこれは地主や日本人あるいは宗教団体などが所有した土地を無償で募集して 貧農や子作人に再分配すると、20日ぐらいでやっちゃったので、えー、地主の側もあの抵抗する暇がなくてです、ね、ほとんどの人が逃げてくると、ですからあの、この時に農地改革で土地を奪われて、えー、北朝鮮を追い出された人たちというのは、今でも北朝鮮のことを大変に恨んでいます、それは韓国にもたくさんいます。で、えー その46年の8月、ですね戦争が終わって1年経った頃、えー、重要産業国有化法令と、で鉱山、鉄道、大規模な、まあ、商業施設、まあ、デパートとかですね、基本的にはこういうのは全部日本人が所有してました、朝鮮窒素の工場とかですね、あのーまあ、財閥系のおいろんな工場とかですね、そういったものは、ですね全部そこ,この時に、えー、人民委員会のお、まあ、持ち物、国有化がなされたわけです。 でですので北朝鮮はあの日本の植民地から独立してですね1960年にはもう工業化があ,のある程度達成されたというふうに宣言するんですがなんでこんな12年の間に工業化を達成したなんていうことは途中で戦争も3年間もやったのに言えるかというと基本的な重要な産業は全て日本が作ったものをそのまま接収したからです、えー、ですので、えー、北朝鮮の主要な工場というのは大体 元日本のなんとかという企業のなんとか工場であったということが、まあ、それ分かっていますこれは、えっと、アジ研のです、ね、中川雅正彦さんがあの2011年だったかなお書きになった本があるんですが、まあ、そこにあの昔の日本の工場の名前と今の北朝鮮の工場の名前の対象表が載ってます結構何ページも載っているから面白いですけどぜひあのこれは PDF で確か無料でダウンロードできるので、えー、ご覧になっていただきたいと思います でそういう形で,です、ね、日本の企業がです、ね、北朝鮮の国営企業になったそして北朝鮮はあの、ま、朝鮮半島は南北で,です、ね、北に工業これはあのあの、えっと、製造業の工業ですねそれからあの金辺の工業も結構北の方に多かったで南の方は軽工業と農業がメインであったということであの日本の植民地時代したがってもう100年前からです、ね、北朝鮮では 工場で働くというのがです、ね、当たり前に行われていたということも指摘しておきたいと思いますでこれはです、ね、あの工場で働くもちろん日本人は技術者だったり幹部だったりして朝鮮人はいわゆる雇い人ですよね正規職というより臨時工みたいな形で,です、ね、雇い人であったわけですけれども、まあ、あのしかし工場に行って働くという,うそういう社会的な,あのなんていうかな合意 つまり農業だったら雨の日は休みですよねであのインドネシアでですね昔日本が工業団地を作った時にあ,のある日雨が降ってで工員さんがみんな来なかったでなんで来なかったかというと雨が降った日は農業では休みの日ですから家でのんびりしてるわけですでなんかせんあのいろいろ家のことやったりしてるところにあの工場長さんとか職,職場長さんとかが訪れて え、工場というのは屋根があるでしょ。だから雨の日でも働かないといけないんだよって言って、えー、今日、出勤してねって言ってお願いして来てもらったと。まあ、そこから始めないと工場というのは作れなかったわけですが、え、北朝鮮はもう100年前から日本の植民地下でですね、工場が建っていて、工場で働くというのは、修行の再燃がなる5分前にラインに並んで再燃を待つというのが、もう100年前から当たり前のように行われていたということですね。ですから、 あのもちろん施設自体は日本から没収、まあまあ、したものですがしかし、その前ずっと前から工場で働くというのはこういうことだという社会的合意はできていたということもこれはソフト面で,です、ね、非常に大きな、まああの,他のアジアの社会主義国との違いであるというふうふに思いますでそれで、まあ、あの計画経済をずっと実行してとていう話がずっと書いてあってです、ねまあ、簡単に言うと1950年から53年まで戦争をやって ボボロロになってその後50年代はソ連とそして中国の支援もあり彼らの独自の頑張りもあり、えー、急速に戦後復興しますでその後ですねえー、60年代に入るとソ連と中国が仲違がいをはじめそしてベトナム戦争がありキューバ危機がありですねでキューバ危機っていうのは何かというと結局はあのー、大国のお視点から見ると えー、ソ連がです、ね、最後の最後でミサイル基地を放棄するという英断を下したために、えー、第三次世界大戦は回避されたというふうに、まあ、我々は大体一般的にそういう理解をするんですがあの北朝鮮から見ればあるいはキューバの立場から見ればあのソ連がです、ね、お前たちを守ってやると言ってミサイル基地を作るって,って,て作り始めたのにアメリカの圧力を受けてです、ねえー、はしごを外されたと。 で結局、ソ連はあの自分の身が可愛いからといって、えー、ミサイル基地を諦めてしまったとつまりソ連とかあ、まあ、中国も含むんでしょうけどそういう社会主義の大国たちというのは助けてやる助けてやると言うんだけど自分たちの都合が悪くなったら、えー、簡単に自分たちを捨ててです、ね、自分の身を守ろうとするということが身にしみて分かったというふうに言ってもいいと思います。そししててベトナム戦争でアメリカが介入をして えー、極めてあの大きな戦争になったとっいうのも、もちろん韓国も北朝鮮もベトナムに北ベトナムと南ベトナムにそれぞれ派兵をしていましたから、そういうことはよく知っているわけで、えー、この時代に軍事建設にお金をいっぱい使ってです、ねえー計画あの、経済計画3年間延長する、つまりそんだけ、えー、民生が悪くなったということです、そういうのがありました。 そして70年代に入ると韓国の方がですねどんどん経済成長してだんだん見劣りをするようになってくるということで70年代に日本や西ドイツからのプラント導入も進めたんですがえタングステンとか亜鉛を売ってお金を返そうと思ってたらオイルショックになっていきなりそういうものの値段が4分の1になっちゃってお金返せなくなっちゃいましたというですね非常に運の悪い。 えーまあ、その資本主義社会の恐ろしさというのをです、ね、このとまに、あ、1回目思い知ったわけですがその後お金を返せなくなって、えー、ヨーロッパからもデフォルト宣言されていますし日本の場合は貿易保険が支払われて今、その利息と孫利息とついて2000億円以上のです、ね、債務を北朝鮮は日本の企業に対して持っていますで返せてないとでこれをどうするかというのも非常に大きな問題としてまだ残っています。 そんなことでですね、70年代はあ、60年代は非常に支援が少なくて、70年代は少し増えてきたんですが、あしかし、なかなかあの経済が伸び悩んでですね、80年代に入ってですね、えー、8年代の中盤からですね、えーまあ合法、合弁法ですね、社会主義国だけじゃなくて資本主義国からも技術を導入する、お金を導入するというようなことを始めましたで。この80年代の後半には、我々は、 あの中国のような経済特区は、えー、絶対作りませんとあれは資本主義的でよくないというふうに言ってたんですが1991年12月25日にクレムリンの赤旗が降りてですね3日後の1991年12月28日に、えー、今のラソン、えー、とロシアと中国と北朝鮮の国境地方ですがラジンソンボン自由貿易地帯というのを作りました。 ですからあのこのソ連の崩壊というのは北朝鮮にとっては大きなパラダイムの転換で、えー、彼らなりに新しい状況に対応しようとして経済特区も作りましたし92年には憲法を改正してそこではプロレタリア国際主義というのをです、ね、あの憲法から削除してです、ねえー、とそれは対外政策をまあ180度 転換するといったところまでいきませんでしたが120度ぐらいは転換してです、ねえー、自主とか親善とか自分たちの体制を認めてくれるのであればどこの国とも国交を結びますという方向にこれはまあアメリカあるいは日本に対して、えー、そういう意識をしてです、ね、そういう変更をしました実際に日本とは国交正常化交渉をもう14回もやってますので。 そういう意味では、北朝鮮は日本と国交正常化するということも含めて、その時に憲法を改正したというふうに言っていいと思います。で、その後九94年から96年はですね、えーまああの、非常に経済の厳しい時期で、えーまあ、中国が92年の夏にですね、あの韓国と国交正常化したというのもあってです、ねまあ、北朝鮮があの孤独な時期でありました。 このにまに核問題がです、ね、再燃して、10年ぶりで枠組み合意があったりです、ね、そういうことで、ここからあの北朝鮮の核開発というのは本格的に加速していくということになります、その理由はやはりアメリカとソ連や中国の助けなしでアメリカと単独で、えーまあ、あの対立していかないといけないということが一番大きいかと思います。ではずっっと下ててきてですね あの先ほど言った2009年の11月、これ3ページのポツ3つ目ですが4つ目ですが、貨幣交換、市場の廃止、外貨使用禁止をやったけど大失敗であったと、2010年の1月にですねあの朝鮮労働党の機関紙の労働新聞、そして朝鮮人民軍の機関紙の朝鮮人民軍、そして青年組織の機関紙の青年前衛、この3つの新聞の共同社説で、 その年の施政方針を国民に知らせる、そして職場では大体それを暗記させられるんですね、暗記させ,てさせられて、それをテストされる、だから北朝鮮の多くの国民は、基本的にはその年の共同声明というのは、共同社説というのは、ソランじで言えるんです、まあ、そういうものでですね。 国民生活向上というのを強調して、えー、今年に至るまでですねもう9年間連続で国民生活の向上とかっていうことがずっと叫ばれるようになりました、まあ、この大失敗から経済というのは生き物であるという教訓を得たというふうに私は見ております でえーまあ、キム・ジョンイルがあ総書記があ説教したのが2011年12月ですけれどもその後の金正恩時代に入ってですね2013年ですね社会主義企業管理責任制これはまあ簡単に言うと経済的なインセンティブの重視そして企業への経営実施権の付与とこういうことによって経済を、まあ、国営経済という形は保ちながら 活性化を期待するということを、まあ、極めて慎重に今でも行っています、2013年の3月にはです、ね、3月31日に、あのいわゆる平心路線を採択した会議で,です、ね、同じ会議の中で経済開発区を作れというようなです、ね、話をです、ね、キム・ジョンウン委員長がしています、すみません、経済開発区法制定はすみません、2013年の11月だったと思います。 えー、作れという話をしたのが3月で法律ができたのは11月とで今、30近いです、ね、経済開発区今,今までの経済特区を含めて30近くのものが存在しますえほとんどがま,まだ手付かずですけれども、まあ、そういうような形でで,す、ねえーでえー、その平均路線で、えー、去年のです、ね、11月に国家核武力が完成したというふうに宣言をして 今年の4月20日のです、ね、朝鮮労働党の中央委員会第7期第3回全員会議で、えー、平均路線を終わりましたで、終わって発展的に解消して、これからは経済建設に総力を集中するという決定をして、現在に至るということであります。 でえーまあ、あのということで、北朝鮮は今、非核化へと舵を切ってです、ね、これはあの本当にレトリックとして言ってるんではなくて、条件さえ整えば、本当に、まあ、核を放棄して、アメリカとの対立を終わらせたいというふうに考えていると思います。で4番の北朝,鮮あちょっと朝鮮半島の非核化が北朝鮮にもたらす変化ですけれども、一言で言うと、先ほども1回目もあの最初に申し上げましたが、 えー、朝鮮戦争の開戦というのは、1950年6月25日です、ですから、あ,あと2年弱で朝鮮戦争開戦70年ということになりますが、まあ、トランプ大統領の任期を考えると、任期の終わりまでにはある程度大きな変化があるとすると、朝鮮戦争開戦後70年を過ぎて、ですね北朝鮮はアメリカの敵から普通の発展途上国へと変わりゆくというふうに、まあ、予想できるんではないかと思います。 でこれはどういう意味かというと、核、まあ、開発に伴う国際的、あるいは各国の単独制裁からの解放と、そしてアメリカとの正常な関係に伴うです、ねえー、アメリカの各種独自制裁からの解放、これはでも非常に意味が大きくてです、ね、アメリカが反対すると入れないものというのがいっぱいあります、例えば国際通貨基金、IMF ですね、あるいは世銀とか。 アジア開発銀行とかそういうものは、まあ、アジア開発銀行の場合は日本と中国が OK すればまあ入れないことはないんですけど、まあ、どっちの国もそんな面と向かってアメリカに喧嘩を売りつけることはしませんからあそういう意味ではアメリカがうんと言わないと入れないとですから国際的なあの通商あるいは経済運営のあるいは資金調達の枠組みに入ろうとしてもアメリカが必ずそれに反対しないといけないという条項の法律があってそれが アメリカの対北朝鮮単独制裁の一部になっているという状況ですねですから、トランプ大統領が何言ってもその法律を変えないと北朝鮮に対する制裁を完全に終了させることはできない。 ということはこの11月の中間選挙で共和党が、えー、上下両院で,です、ね、過半数を取ることができないとなかなかそういうことはできないということになりますですからまだそれは可能性は見えているけど完全にそれがアメリカがです、ね、トランプ大統領がやってやろうと言ったと,としてもできない可能性もあるということで北朝鮮としてはそういうことをです、ねまあ、まだ見守っている状態ではないかと思います。 でえーまあ、本当の意味で,です、ね、非核化後にはです、ねえー、経済の時代が来ると、すなわち、これも最初にお話ししましたが、えー、経済が政治の持続変数ではなく、独立変数として、えー、動く時代、まあ、逆に言うと、経済建設のためにいろんな政策を自立して調整していくという、経済中心の時代になっていくというふうに言っても良いかと思います。 で、そういうふうになってですね、アメリカとの関係も良くなり、日本との関係も良くなり、そして、えー、いろんな世界のお国際機関とか、あの、特に経済関係の機関の仲間にも入れてもらえるようになるというふうになると、経済での失敗というのは、もはやアメリカ帝国主義の悪辣な対朝鮮的死政策のせいだというふうに言えなくなります。自分たちがちゃんとやらなかったから、 経済政策が暗礁に乗り上げたという、そういうことがですね、もう、あの、責任転嫁ができなくなるということになります。したがって、経済が良くならなければ、政党のあ、政権の正当性に問題が生じるような、そういう時代になってくるというふうに言えると思います。まあ、これはまあ中国とかベトナムでももちろんそうで、あの、一時ですね、温家法総理の時代ですよね、一回中国で豚肉の値段が急上昇した時期がありました。 温家法総理がです、ね、テレビに出てきて涙を流しながらあの国民に謝ってです、ね、豚肉の値段もうちょっとしたら安くなるからちょっと我慢してくれというふうに国民に切々と訴えた、たかが豚肉の値段ですよ、たかが豚肉の値段で、えー、中央人民政府の経緯がガタ落ちになる、それぐらいやはり国民はあの中国革命で、まあ、いろんな問題はありますけど、みんな食えるようになった。 それも肉を毎日食べられるようになったとっいうのは、中国革命の成果の一つです、で国民はやっぱりその、民は食を持って天となすという言葉が中国にありますけど、やはり毎日、ですね、えー、肉を食べるのが当たり前になっている人たちが、今まで一人当たり250グラムぐらい食べてたのを100グラムにしないといけなくなると、ですねこう政府のせ政策が悪いから、俺は肉を食えないと言って腹が立つわけですよね。 それはあのやっぱり政府が何かやるときにですね、えー、国民の支持を取り付けられないということにつながるので、えー、総理がテレビで、まあ嘘泣きかもしれませんけど泣いて謝るということになる。北朝鮮でもひょっとととする年年後とか10年後かに 首相が出てきて、すいません、卵の値段が上がりすぎました、来月には安くなるからちょっと待ってくださいとかって言って、泣いて謝る日が来るかもしれません、まあ、そういう経済がです、ね、極めて大きなあの北朝鮮を語る上でのキーワードになる、そういう時期がまもなく目の前に来ているというふうに言ってよろしいかと思います。それから世界経済、あるいは北東アジアのです、ね、フルメンバーに北朝鮮がなってくると。 これはあのアメリカの単独制裁がすべてなくなっていくということを前提にしますけれども、えー、WTO とか、セギンとか、アジア開発銀行とか、あるいはあの中国がやっている AIIB ですね、アジアインフラ投資銀行とか、あるいは国際通貨基金、IMF などに、まあ、加入をしていくとういうことになろうかと思います。 でまあ、これもいろいろハードルがありまして、まず経済統計をですね、マクロ経済統計を日本とか、まあ、中国も出してますけど、世界中の国が出していますが、北朝鮮は出してません、これは国家機密になってます、で統計を出せば、北朝鮮がどれぐらい経済的にちゃんとしてるかっていうことがもう見て取れるわけですけど、えー、それをやっぱり今までに見せられないという状況が続いてきました。 今後、本当にアメリカと国交正常化し、日本と国交正常化をしていけばですね、そういう国際機関に参加するために、そういう統計数値の公表をするという判断をせざるを得ない時期が来ると思います。この中で、えー、北朝鮮の国内でおそらく、まあ、軍部を中心に、そんなものを発表したら、もう、ま、すっぱだかにされてですね、えー、敵にやられてしまうというようなですね、反対意見が続出してですね、なかなか出せないと思いますが、 最終的にそれを出すところのですね背中を押してやる役割を誰がするのか、私はあの日本はですねそういう意味では北朝鮮は安心して、えー、北東アジアのフルメンバーになっていいよというメッセージを伝えてあげられたらいいなというふうに思いますそして、そういうことが可能になってくるとですね、えー、その次にはですね中長期的な課題としては、えー、TPP とかですね 中国がやろうとしている東アジアの RCEP といった FTA に北朝鮮が入るということですね、ですので、東アジアの自由貿易圏の中に北朝鮮も入って、まあ、その韓国と今、北朝鮮は線路をつなげるという話をしてますけど、単にトランジット輸送とかっていうだけじゃなくて、ですね北朝鮮もこの東アジアの経済のメンバーの一員として、十二分にその力を発揮してもらう時が来ると。 というふうなことも予想まあできるかと思います。まあそういう北朝鮮のフルメンバーとしての参加というのはですね、かなりまああの今まででは考えられなかったような大変化になりますが、アメリカとの関係が改善すればですね、それも不可能ではないと。ただし、やっぱりアメリカにいつ裏切られるかもしれないという不安感を北朝鮮は持っていると思いますので、そういう意味では北東アジアの周辺国中国やロシアや まあ、その中には日本も入ります日本や韓国がやはり共同で後継人となり北朝鮮があのちゃんと行動するというだけではなくてアメリカも北朝鮮との約束をちゃんと守るようにそういう意味でみんなで、えー、北朝鮮をおいい方向に導いていくというような協力をする時代に今なっていくということだと思います。で日本としてはですね あの政治面、あるいは軍事面ではですね日本はそれほど強くありませんのでそういった安全保障とかというの問題はおそらく中国とかロシアが担当することになると思いますが北朝鮮経済がですね普通の発展途上国になった北朝鮮が高度経済成長へのテイクオフをするときの手助けそして、どういう産業をどういうふうに発展させていくのかというあの青写真をですねやはり書かないといけないんですが。 その青写真を作るところから日本は関与してですねそして北朝鮮が経済に没頭しそしてその没頭する中で豊かになり、まあ、あの今は日本の脅威とかって言われてますけれども日本といい経済関係政治関係を結べるような方向に誘導していくというのが日本の重要な役割ではないかと。 思います、まあ、そのためには日本はですね今はまだあの対米政策の裏返しみたいな形になってますけれども対北東アジア政策というのをですね包括的な形で立案していく必要があるこれは中国との関係ロシアとの関係北朝鮮との関係韓国との関係モンゴルとの関係といったですね今までの部局で縦割りではなかなかですねできないことですのでどうやってそういう連携を行うのか。 例えば外務省だとアジア太平洋州局と欧州局にまたがりますよね、その中国かと、えー、北東アジア一か二か、えーまあ、ロシアかというふうになるので、そういったところがの人たちがあの共同で,です、ねえー、この北朝鮮の問題を 取り扱っていいいくとととうことが必要になると思いますそういった日本国内での動きというのも整備していかないといけませんし国際的な動きの中でも日本が少しイニシアチブを取れる領域がです、ね、経済ではないかというふうに思います、まあ、最後にあのちょっと後であのあでパワーポイントをお見せしますけれども少しあの先取りをしすぎてですねなんでこいつはこんなことを言ってるのかと思われたかもしれません しかし、えー、アメリカとの関係というのは良好な関係をです、ね、北朝鮮が持つようになると、えー、どうなるかというと、まあ、今申し上げたようなです、ねえー、この70年間起こらなかった、まあ、変化が起こっていくで韓国はすでにその変化を先取りしてです、ね、南北の政治的な対話を続けてです、ね、もう今年、またソウルにあの金正恩さんがあの来るということになっていますので 南北首脳会談は4回ですよねで中朝もあの習近平主席が平壌を訪問すれば今年4回目になるとで米朝は2回目であるということでですね今年は本当にあの今までなかったようなですね えー、なんか50倍ぐらいあの早送りのビデオを見ているような感じで,です、ね、1年が終わりましたけれども、こういう動きというのは今後も継続していくだろうと思います、そしてその中で日朝首脳会談、あるいは日朝国交正常化交渉、そして本当に正常化ということがです、ね、これはあの近い将来ですね、予想されるわけで。 そういう意味ではあの北朝鮮をです、ね、得意な国というふうに考える時代が終わり、えー、普通のアジアのほかの発展途上国と同じように北朝鮮が経済,に、えー、経済建設にですね邁進していくという姿を我々は見そしてそれを支援していく立場に回るということになっていくのではないかというふうに見ております。であの 北朝鮮経済の現状という、もっと生々しいなんかですね、市場の写真とか、そういうのが見たかったという方がいらっしゃったらです、ね、非常に申し訳ないんですが、もうその現状がです、ね、そういうのをすっ飛ばしてです、ね、もう、えー、TPP に入るところまで話しましたけれども、そういう変化が今起ころうとしているので、あれなんですが、まあ、ちょっとあの、えーまあ、見ていただきたいんですが。 えーまあ、朝鮮半島と日本というのはです、ね、当たり前の話ですが非常に近い関係になりますで私は新潟から来ておりますので新潟からです、ねえー、ウラジオストックまで飛行機で1時間半です、えー、福岡も1時間半、まあ、45分福岡はちょっと近いですねでこのチョンジンとかラソンとかの空港がないのでまだあれですけどもあの飛行機で行けばだいたい1時間半で行ける距離だということで極めて近い場所にあります でこれが北朝鮮の位置ですが北朝鮮はあの韓国の北にあってですね今、北朝鮮があるがゆえに韓国は朝鮮半島に位置しているのに島国です、線路はもうつながってます、実際にはあの軍事境界線をまたいで線路はつながってますけど鉄道は走ってないとでも今後、ここにあの国際貨物列車があの本当に10分に1本とか20分に1本走るような時代がまもなく来る可能性が 高ままっていますで私があのよく行くです、ね、ラソンの,この経済特区なんですがえロシアのウラジオストックそして中国の炎基地っていうです、ね、その国境地,地域のまあ主要都市ですがから大体100キロずつぐらいのところにあってです、ねえーまあ、中国とは炎基地とは大体3時間半ぐらいで,でウラジオストックはあの船で、えー、行けばマンギンン号が古いマンギョンボン号が取っているときは67時間。 車ではあの橋が鉄道の橋しかないので列車で行くと大体9時間プラス2時間だから11時間ぐらいかかります、えー、でも本当はもっと早く行けるとジェットフェイルとかそういうのを就航させれば1時間で行ける距離ですでこれはもうあの皆さんご存知の通りり米朝首脳会談ですけれどもあのまあシンガポールで行われたこの会談でですねトランプ大統領が え記者会見で,です、ね、いろんなことを言いました、でその中にはです、ね、俺は中韓米軍の兵士にはです、ね、帰ってきてほしいというところまで言ってです、ねで、やはり韓国も自主国防ということを考えないといけないと、で,今年ですね、春にムン・ジェイン大統領は、陸軍士官学校の卒業式と任官式に大統領として初めて参加することになりました。 でこの新しい将校たちにですね階級章をつけてやるところまでやったと、でこうやってですね、えー、あの敬礼をしている、まあ、大統領を見て、ですね韓国はやっぱり早いなという気がしました。でとはいえ、日本だって負けてはいないわけで、あのこれ、今年の9月の東方経済フォーラムでですね、 えー、ここのに北東アジアの4か国の代表がもう集まってます安倍首相、習近平主席プーチン大統領でモンゴルの大統領です一番右の人はで今回、えー、南北の首脳は招待されてましたけど、えー、南北首脳会談の準備のために、えー、欠席しましたその1週間後に行われたわけですけれども、あのー、来年ですねおそらく今年中か来年の初めには えー、あの金正恩委員長はロシアを訪問することになると思います1回モスクワに行ってプーチン大統領と単独で会見した後ですね来年の9月というのはひょっとしたらここに来るかもしれないでここに来る時にはおそらくムン・ジェイン大統領も来るでしょうからそうすると北東アジア6か国の首脳が ロシアのウラジオストックを舞台に一堂に会するというようなこともですね来年は見られるかもしれませんでこういうのがですね私はあの新しい北東アジアの時代というふうに考えていますすなわち北東アジアの各国の人たちが自分たちの地域をどういうふうに作っていくかということを、えー、あのレトリックではなくて真剣に自分たちの将来を作っていくという意味であ、えー、っていくと。 まあそういう時代がですね、えー、来るんではないかというふうに思っています。でこれは今年の夏ですね、あの第8月の20日から24日、ラソン市で行われた第8回ラソン国際商品展示会のまあ会場なんですが、あの、北朝鮮の企業も中国の企業も出てるんですが、こういう商品展示会でですね、結構こう、 いろんなこれ北あ中国の会社ですよね、えー、こういう商品を売りに来たり、ですね経済交流というのは、われわれが考えるよりも、この北東アジアでは北朝鮮をめぐって、ですねいろいろな、あのこれ、平壌でも年に2回やってます、ラソンでもこの8月の一番大きい展示会以外に、えー、もう一つ、二つやってるということで、まあ、こういうふうにいろんな、これはあの石鹸とか、ですね美顔なんとかとかっていうのを売ってるブースで。 これは北朝鮮の会社ですこれは中国の会社であのお鍋を売ってるんですね、このステンレスの鍋とかですね、調理器具とかですね、そういうのを売ってると、まあ、こういう目新しいものがあると市民が買いに来てですね、まあ、これはあの水産工場でですね水産加工品を展示してる、こういうですね、これって昔は日本に輸出したんですが、日本の経済制裁で日本に輸出できなくなって、中国に輸出するようになりました。 で去年の制裁であの決議で中国にも輸出できなくなって今はあの国内で消費に回っていますで今北朝鮮特にラソンに行くとですねあのぷっくりと太った大きなケガ人1匹が数百円で買えますでまあそのもともと原価はそれぐらいで中国に行くとそれがすごい値段が上がってたらしいんですがあのそういったあの水産物もまた今後ですね 比較化が成し遂げられた際には日本の独自制裁も終わるでしょうからそうするとこれがまたです、ね、日本に来るのかそれとも,もう日本に売るよりも中国に売った方が高が隠れるから日本には来ないことになるのかそれはまあその時の両国の購買力によってです、ねまあ、変わってくると思いますが日本にもまたあのこういった北朝鮮産の海産物が輸入される時代が来るかもしれません。 これはあの衣類の委託加工をやっているラソンで一番大きい会社なんですけど、まあ、こういうですねあの商品もあの実際にはメイド・イン・チャイナのタグをつけてアメリカとか日本に来てたという話も、えー、あるんですけれども、えー、極めて縫製技術は高いという評判で今後ですねこういった衣類の委託加工なんかは日朝間のビジネスの交流の中では非常に、えー、大きな 割合を占めていくのではないかと思います。まあこれはあの地元の人がいろんなもの商品をですね買いに来ているまあ飲み物かなんかのお店ですけど中国製のものですがこうやってですねあの北朝鮮の人もですね新しいもの 今まで自分の国にはなかったものをです、ね、求めて味わって、ものが良ければまたあのそれが欲しくなるということで、今までのですね、金欲的な北朝鮮の等しく貧しいという姿とは、ちょっと違う姿が最近は見られると思います。でこういうアイスバー、国産品とかですね、こういうお菓子とかですね、あんぱんとかですね、ランチョンミートとかですね、まあ、こういうのを国内で生産するようになってきています。 もももの北朝鮮でも作っている私は日本のやつが一番おいしくてその次が韓国のやつでこれが一番まずいと思いますけど実際に食べてみると、まあ、でもあの北朝鮮の人も日本製のカッパエビセンも食べてますので、えー、彼らも自分たちの商品がもっとおいしくなるように努力してると思います、まあ、こういうゼリーもですね最近こういうかわいい包装をつけないと売れなくなってるぐらい商品がいっぱい並んでいるというのが現状です これ北朝鮮ですあの街の姿なんですが、皆さんでこうあの服が良、ね、くなってきている、で男性がです、ね、最近、ちょっとこうかっこよくなってきているんですねで、こういう自転車に乗る男性、こういう普通の格好をしているようなんですけど、靴光ってますよね、で北朝鮮、まあちょあの、南北両方そうですけど、 あの日本ではクールビズで,です、ね、ネクタイとかあんまりこうしなくなってきてますけど、韓国の人はあのやっぱりなんかセミナーとかで発表するとかなるとです、ね、夏の暑い時でもあの、長袖のシャツにネクタイしてくるんですよね、端正なのがいい、で北朝鮮もあのこうやって自転車に乗ってる人であの、なんか先っぽの方は傷んでるみたいなんですけど、でもあの靴を光らしているというです、ね、この光る靴を見るようになったのがこの2、3年です。 だから靴にまで神経を使うようになったというふうに言ってもいいかもしれません、まあ、こういうですね、大して行けてない人でもですねあの、履いてる靴は革靴なんですよ、昔はこの子どもたちがです、ね、履いてたこういうズック靴みたいなのを大人も履いてたんですが、最近は大人は大体革靴か合皮の靴を履くようになりました。 これも国内の工場で作っているものもありますし、中国から輸入しているものもあるんですけど、そういったものがやはり、まあ、普通の人にも行き渡るようになってきている、まあ、これはピョンですけど、あの全体的にあの地方に行っても、その傾向はあのまあ何年か遅れでついていってるというような感じだと思います。こういうまああの高麗航空の、日本でいうと日本航空のサイダーみたいな感じですけど、多角経営も進んでます。 でこうなんか腕組んで歩いてる人も結構増えてきましたし、皆おしゃれしている、えー、そういう姿をですね、平野に行くと見ることができます、まあ、これ、トモンコの河口地域で、この前にかかっている橋がロシアと北朝鮮の,あの国境の橋で、ですね左側にある塔が中国の展望台で、ここが中国の領土の一番最後,最後で、私の後ろ側に日本海に注ぎ込むト門ンの河口があると。 この3国の国境地域というのはあの本当はあの3つの国をあの2二3 0分あったらぐるっと回れる観光地でヨーロッパであればここに公園ができると思うんですがここにはイミグレーション、まあ、ロシアと北朝鮮の間には鉄道橋がかかっていてここは行ったり来たりできるんですけどそれ以外は行ったり来たりはできないそういう国境ですが、えーまあ、あの10年、15年たてば随分変わっていくんじゃないかと思います。 ということですいませんちょっと長くなりましたけどこれで私の発表を終えさせていただきますありがとうございました。はい三村先生ありがとうございました。あの、えー、今の北朝鮮をどう捉えるかそれと歴史ですね。それで最後にはその日常生活が少しずつ向上している、えー、経済の現状などスライドで、えー、紹介していただきまして大変興味深かったと思っております。それとあの最後にですね。 あの経済せ建設に邁進していく北朝鮮をどう支援していくのか日本が問われるだろうというお話もとても印象的でした、えー、あのかいあの質問がたくさんあると思いますが私から一つだけ最初に質問させていただきます、えーまあ、あの目先が狭いもんですから今のところあの北朝鮮情勢はアメリカとの対立上 今日が続いててましてなかなか糸口が見えないところなんですがあの経済に全力を尽くそうとしている北朝鮮にもう少しこうインセンティブを与える。 このきっかけっていうんですかね、まあ、韓国も一生懸命やろうとしてますし、アメリカも何か考えているかもしれませんが、どこら辺があの何かこうもう一歩進める打開の糸口になるのか、例えばあのこの鉄道の連結だとか、ソ損公団の問題とか、えー、アメリカで言えば、まあ、今は制裁は解除しないと言ってますが、えー、ゆくゆくは少しずつ緩めていくことになるのか、どんな展望をお持ちなのか、ちょっと教えていただけますでしょうか。はい あの非核化への対価ということで,です、ね、これはキム・ジョンイル時代とかのです、ね、対価というのを、例えば、ケドウであの発電所を作ってあげるとかです、ね、あるいは作るまでの間に年間50万トンの需要を供給するとかですね、そういう、まあ、ものもあげるっていうようなあの、そういう対価だったと思うんですが、今、北朝鮮が欲しているのは、そういうお金じゃないんです。 アメリカの敵ではなくなって制裁から解放され、えー、普通の発展途上国として自分たちが高度経済成長に勤しんでいけるそういう環境を用意してくれというのが北朝鮮の要求している非核化の対価です。ですので、えー、私はあのこれというのはディールはあの、まあ、難しいものはいろいろあると思いますがあのそんなに 複雑なあの要素があるわけではなく、宗教的対立とか文化的対立とか、そんなこととはま無縁にですね、ある程度、北朝鮮があのちゃんと核を捨てるということを、ですねアメリカの求める形で行い、そして、アメリカが本当にこの制裁をですね解除していく、そういう、これ結構、国内政治的にあの反対もあるので、すんなりとはいかないと思いますけれども、 アメリカとあ北朝鮮が約束を履行した分、しっかりとアメリカが約束を履行すると、こういうことをやれば、あの問題は解き解きほぐせると思いますで、まあ、あの私はかなりまあ楽観してるんですが、その楽観がです、ね、本当になるためには、やはり今度の中間選挙で、あの共和党があの上下両院、両方とも過半数を占めるぐらい勝たないと、なかなかあのアメリカがです、ね、北朝鮮の求めるだけの、 えー、対価、すなわち、えー、単独制裁の撤廃ということがで,す、ね、できないということになりますのでそうすると結構難しいなと思っていますでもそれができればあ,のあるいはアメリカの国内のコンセンサスが取れて、えー、民主党支持者たちもです、ね、北朝鮮が非核化するんだったらちゃんとあの制裁を解除してあげよう,いうというふうなコンセンサスができればそれも、まあ、あのかのこ,れこういう動きが可能になるのかなというふうふに見ております。 はい、いありがとうございました。ちょっとご紹介が忘れ,あの忘れてしまいましたけれども、あの去年、ですねあの、三村さん、こういうふうに北朝鮮の、現代北朝鮮経済という本を書かれまして、ですね、今日お話になったようなことを非常に詳しく書いてありますので、えー、ご関心のある方はぜひどうぞ。ははい、はい。じゃあ会場からはどうぞ。はい どううもありがととございまましした、えー、と個人会議の柴田と申します、えー、とこれからですねあの経済がより重要になり、えー、政治の従属化から免れ、えー、逃れてですね独立変数になっていくだろうというお話でしたけれどもあの実際、本当にそうなのだろうかということについてちょっとお尋ねしたいんですけれどもというのはあの、まあ、実際に今 あの問題になってきているのはそうやってその社会主義陣営だった国がです、ね、マーケットを開放した結果です、ね、政治体制は変わらずです、ね、であの経済力をつけてそれを政治的な武器に使っているそして軍事的な武器にも使う可能性があるという状況なわけで,で,す、ね、でそうしたあのリスクといったものを考えないであの単なるビジネスチャンスあるいはマーケット新しいマーケットの誕生だと捉えることを 経済が今あの、だんだん集会遅れの考え方にもなってきてるんじゃないかという可能性もあるかと思うんですが、まあ、ともかくその、えーと、これだけ北朝鮮がです、ね、政治的にた、えー、けた国で,で,す、ねえーでまあ、それを考えるとそんなに簡単に経済だけに慢心するかなとそしてもしあの経済的に力をつけて経済強国にもなった場合にですねで 日本はまあ逆に言えば経済ばっかり日本こそ経済ばっかりやってきてこれだけその国際政治において、えー、まあ独自のプレイヤーというのをしてきてないわけですからあのとても太刀打ちできないんじゃないかというあの、えー、まあ安全保障も含めてですねそういった可能性もあるかと思うんですがただ、もちろんその平和的な発展というのは大切なことですし北朝鮮の国民の民生が向上するということも大切なことですからそれに対して日本が協力していければいいとは思うんですけど 比較化ももちろん含めてです、ね、ただその、それをする際にあたってです、ね、単なる経済あの、えー、的な利益の、えー、っと享受だけではなくてです、ね、政治的にどうやってあの、まあ、あの連携というか取っていくかというのをです、ね、日本だけじゃなくてそれこそ,その、まあ、地域でどれだけ可能なのか,なのか分かりませんけれどもそうしたものをしないままやる場合のリスクというのをあの 真剣に考えておくべきだと思うんですがそれはまあ今ここ5年とか10年ではないかもしれませんけども20年とかその先には十分あり得ることだと思うんですよね。つまり、その先制的な体制のままの国が経済強国になった場合でそういった国が日本のすぐそばにで,できてしまうかもしれないということに対するリスクという将来的なリスクというものをです、ね、十分に考えた上でこういった経済的な あの協力といったものをどうするかということで、すねでちょっとその辺のあの、えー、とお考えを伺いたいんですか、はい、あの私は今日の発表の最後に日本の包括的な対北とアジア政策立案が必要だと書いているんですけど、あのそれに尽きると思います、であの今、念頭におっしゃったその元社会主義国で力をつけた国というのは中国のことをおそらく念頭におなあの置いておっしゃっていると思うんですが。 えー、他方、ベトナムもですねそういう旧社会主義国から、まあ、今でも社会主義国ですけどあの力をつけてきた国とはですね日本は対中、まあ、ヘッジということで極めて親しく付き合っているという現状もありますでベトナムはまあ人口8000万ちょっと、えー、北朝鮮は人口2500万ですで中国は人口13億です ですので、私はあの北朝鮮が経済大国になると言っても、それは1人当たりの GDP が今の千数百ドルのレベルから、まあ、1万を超えるか、まあ、2万に行けばすごいよねっていうふうに思ってますけど、まあ、人口2500万の国が日本の横にあって、1人当たり GDP が1万ドルぐらいっていうのはあの、そんなに日本にとって脅威なのかなと。 私はそんなに脅威ではないと思います。その中で日本と密接な経済的な関係を結び、そして北朝鮮が一番怖いのは、と思っているのは、中国にやはり従属させ,せざるを得ない状況になるというのは北朝鮮は怖いわけですから、そのヘッジに日本を使ってくると思います。だから日本が果たせる役割は極めて大きくて、今後北朝鮮が経済発展をしていく中で日本の役割は今よりずっと 大きくなる今、ほとんど経済関係も何もないですから、日本にバリ増言を言ったって、マイナスは何もないわけです、でも今後、あの北朝鮮が ADB に入り、ですね ADB の,あの総裁って日本人ですよねで、日本にそんなバリ増言を言えるようになるのか、ADB から金いっぱい借りておいて。 えー、あるいは TPP とか RCEP に入って、日本と自由貿易協定を結んであの、いろんなものを輸出している、それを閉ざされていいのか、だから今、北朝鮮があのこういう日本に対して非常に挑戦的なあの言動をするのはです、ね、日本との関係が何もないからできるわけで、これが深い関係を結ぶようになればです、ね、まあ、日本も好き放題言えなくなりますけど、北朝鮮もそんなにあの自由ではなくなる。 経済的な相互依存関係が深まるということは、えー、どっちも自由じゃなくなるということで、そういう意味では突飛な行動というのができなくなる分いいというふうに私はまあ思ってますし、日本はあの経済面での支援をするだけではなくて、 この北東アジアの国々、中国やロシアも含めて、ですねどういうふうに付き合うかというのを真剣に、えー、単独のせ、あのまあ包括的なですね、えーまあ、単独の対象、だからそのアメリカとの関係で、じゃあこういうふうにしましょうかというのではなくて、日本として北東アジアの国々と中国、ロシア、南北朝鮮、モンゴルとですねどう付き合っていくかということを真剣に考えていけば、ですねそういうリスクというのは十分に返事できるというふうに思います、はい、ありがとうございました。どうぞ あ読売テレビの川といいまます貴重な話ありがとうございましたあの短く2点お聞きしたいんですけども一つはあのあのおっしゃってましたそのアメリカとの関係が良くなったらアメリカのせいにはできなくなるので経済が良くならなければその政権の正当性が問われるという,ふうにおっしゃってましたけども、まさにあの東ヨーロッパの時もそうでしたけどわっとあの国を開いていろんなものとか情報が入ってきたらあの今まで 北朝鮮国民が知らなかったようなことも分かってきて、まあ、国が倒れる政権が倒れるという可能性もあると思いますけどもその辺りはその金正恩委員長はどういう考え例えばその1年、2年ぐらいでバーッてやってしまうのかそ,そこはやっぱり情報があんまり入ってこないように5年、10年考えているのかということをお聞きしたいのとあともう一つは最後にその日本との関わりでおっしゃっていたそのお金だけではなくてその 北朝鮮経済がテイクオフできるようにどういう産業、どういうところでというふうふにおっしゃってましたけども今言われているのはその拉致問題の解決も含めて日朝の正常化するときにそのお金側と言ってますけどもやっぱりあのおっしゃってたように拉致問題の解決も含めてそのお金だけではなしに具体的にそのどういう経済、どういうふういふに例えばインフラもそうですし産業もそうですしそちらの方が彼らにとってはインセンティブになるのかというところをお聞きしたいと思います。 はい、あのまず、ですね、えー、その情報の流入というか、そのま、世界に開いたときにどういうふうにそのペースを調節していくのかということですが、あの私は。あの 北朝鮮はそれなりに自信を持っているんだと思います。というのは中国やとかベトナムっていう、まあ、先輩たちがですね、今でも共産党の一党独裁を維持して残っているので、あの、まあ、経済メインで行くんだけど、政治は一党独裁でっていうのがですね、一つのアジアでのスタンダードになるというふうに、まあ、考えている。そして、 また、アメリカも最近はカラー革命とかっていうのを言わなくなったのであのウクライナもそうですけどグルジアとかああいうふうなことは多分あの東アジアで起こってないから、えー、まあそれは韓国との関係でちょっとやっぱり南北統一の問題があってそこも韓国との関係が良くなっていけばそれもあんまり怖くないと思いますから、えー、まあかなり大胆にしかし最新の注意を払って えまあ開いていてくのかな今、インターネットの接続とかですね、えー、そういったことがあ,のある時点で不可避になってくると思うんですけれどもそのあたりはあのまあ中国の,あのグレート・ファイアウォールでしたっけああいうようなものも含めてですねあの相当注意を払いながら制限的に世界に開いていくというような形になるのかなというふうに思いますそれからあの2番目のご質問ですけれども あのもちろんお金は魅力的だと思いますが、あの北朝鮮もです、ね、2010年ぐらいから11、12、13、14、15とです、ね、ひ、え、一、ー、月に1億ドル石炭を輸出していました、12億ドルですよね、それからまあそれもいろんな輸出を含めると、あの数十億ドルというお金は、今、北朝鮮の人々から言うと、自分が稼げる範囲のお金になってるんです。 でまあああのあるですねあのビジネスマンが言ってた話なんですけど、えー、大体普通の人は自分のもらっている給料の10倍まではあの現実感のあるお金として考えられるとだから1000万円給料もらっている人は1億円ぐらいまでだったらその2000万と3000万の違いというのを具体的に分かるんだが1億と5億とか10億の違いはよく分かんないと。 そうすると北朝鮮が、まあまあ、あの20億ドルぐらいですね、あのまあ、年間に外貨収入があるとすれば200億ドルぐらいまでは現実感があると、日本の資金というのはもうその範囲内に収まりますから、そういう意味では。 大きな資金ではあるけれども、もう想像もつかないような夢,夢の大資金が得られるっていうふうには北朝鮮は多分見てないと思います、なので、えー、北朝鮮としても、そのお金をですねどういうふうに有効に利用するのかっていうことをやっぱり考えないといけないと思ってるでしょうし、まあ、一番簡単なのはばらまきすることですけど、それは日本からして、ですねそんなことされたらあの貴重な税金を。 あのばらまきに使って何の効果もなかったということはやっぱりあり得ないのであの日本のお金を有効に使っていただくという視点からもやはり経済の方向性について日本ができる限りの支援をしていくという必要があるかと思います、はい、ありがとうございました。 あのね、あの個人会員で元朝日新聞の高山と申しますがあの今のお話を聞いててちょっと突拍子もないんだけども1920年代の、ね、ソ連のネップを連想したんですよね、あの極端なまあ共産統制から商取引の自由を認めまして農作物も、ねまあ、国家にあの現物を、ね、ちょっと収めれば余ったものはもう自由に売っていいと。 いうことによって確かにあの潤ったし、農業生産も回復したんだけれども、それからあの金,も金持ち、ネップマンというね、信仰なり品がいっぱい出てね、モスクワのクラブなんか繁盛したわけですよ、そういうこととはまあ時代も環境も全く違うんだけども、の今のお話を聞いてて、ちょっとそんなことを連想したん,だけしたんです。 けれども、現実はね、ネップだって、あの、極端な貧富の格差が開いちゃったわけですね。それでも結局は、あの、スタリンによって撲滅されるわけですけれども、あの、現実に今、あの、今のお話伺ってますと、結構、その、暮らしていける人が多くなってますね。しかし、一方では、極端に貧しくって、国家の配給も断たれてね、 プーやクわずって人がたくさんいるんじゃないかという気もするんですけど、その辺はどうですか、あの行ってご覧になれるんで、すかあの平壌で例えばあの、まあ、表通りと裏道は随分違うというような話があって、まあ、実際にちょっと違うんですけど。 あの私の思っているのは、あの今、北朝鮮で新興、まあ、富裕層といわれる人というのは、まあ、いくつかカテゴリーがありますが、一つはやっぱり権力をお金に換えられる、そういう権力を持っている層、そしてあの国の外貨稼ぎなんかで,です、ね、そのビジネスの頭角を表した、まあ、中間層。 そしてあの市場なんかでですね、まあ、小さな商いからだんだん大きくなってきたそういう人たちっていうのが、まあ、いるんですがその中間層とそれから一番下から来た人たちがやってる仕事の、えー、黙認はされてるんですがそれを制度的にあの OK してないだから彼らがその一生懸命働いて稼いだものをあの合法的に、まあ、財産として え持っておくだけではなくてそれを再投資したり事業に回せるような仕組みを作る方が、あが権力を関連を変えた人だけがそれは正当なものとして認められて、えー、本当に自分の力であの人生を切り開いた人がその企業の所有を認められないというのは逆に不公平なんじゃないかなというふうに思いますでもちろんおっしゃるように貧富の格差は開いていますというのは上がどんどん上がっていくからで下はそんなに改善していない,っていう。 ただ、これが本当にあの個人の企業とかです、ね、そういったものをです、ね、ある程度制度化していく中で,です、ね、一生懸命働くことによって生活を切り開いていけるという希望そしてそれを実際にあの経済発展あるいはその預金をまたあの投資していくと。 信用創造していくというようなですねそういうことによって経済ブームを作り出す可能性というのは出てくると思いますのでやはり一生懸命働いてお金を儲けたいという欲というのを制度的にどうやって認めるかということはですねあのもちろん弊害もあるんですけれども。 今、北朝鮮の人々が求めていることじゃないかと思います、もちろん取り残しが出るので、そこは社会福祉の問題として何とかしないといけないんですけれども、まあ、あの全体としてやっぱり一生懸命働くことに文句を言われたくないという人は私は相当いるんじゃないかと思います。ははいいいいああありがととととううございましたそれであと 1, 問ということで問こじゃ番後ろの方、はい 個人会の原田と申します。今日はありがとうございました。えー、っとあのー、今前の方が質問されたんですが。その拉致問題ですよね。あの日本をまあ政治と経済を切り離すと言ってもこの拉致問題はですねもうすでに何十人の方があの北朝鮮のレジームにとってあの捕まってるわけですよ。よ日本人がね。これは人権大きな人権問題ですよね。これをもうあの避けてですね経済っていうのはまあちょっと無理だと思いますよね。でこれはどういうふうに 解決に持っていこうと北朝鮮は思っているのかというのが一つとあ、さっきあのアジア開発銀行とそれから TPP への参加の話がありました私は初めて聞いたんですけど、それはど,どういう脈絡で出たのか、具体的にはなんかそういうお話があるんでしょうか、はい、あの拉致問題ですけれども、まあ、日朝国交正常化をするということになったら、当然この問題を解決しないと先に進めないわけです。でアメリカは日本と韓国が北朝鮮の比較化に あの行く人参を出せというふうに言っているわけですから、おそらく北朝鮮の非核化を進めるために、日本に、えー、早く国交正常化して、北朝鮮を助けてやれというふうに言ってくるというふうにまあ思います。そうすると、日本としてはあのいつまでもですねあの、拉致問題を解決しない状況で放っておくということはできなくなって、えー、本当に解決をしないといけない状況にお尻に火がついてくると思いますけれども、まあ、あのストックホルム合意で、 えー、再調査をした報告書を日本政府は受け取りを拒否しているわけですが、えーまあ、それを受け取って北朝鮮の立場というのをやっぱり見て、ですねでそれが本当かどうかというのをやっぱりちゃんと議論をして、本当だということであれば、えー、それに対してしっかりと説明をしてもらう、そういうことしか解決の手段はないんじゃないかと思います。 亡くなった人を生きているふうに戻すわけにはいきませんから亡くなっているのであれば亡くなったとしてじゃあ、それはなんでそうなったのかでその人がどういう人生を歩んだのかということをちゃんと日本国民が納得できる形で、えー、説明してもらって、えー、やはりその日本と北朝鮮では おそらくそういうい亡くなった方の記録をですねどうやって保存するかとかですねそういったシステムが違いがあって日本はどっちかというと昔の記録がもう何百万年前の奈良時代の記録だって残っているような国ですけど北朝鮮はそこまであの記録をするだけの余裕もないしそういう文化もないというふうに私は思っています。ですからあのもう一回その例えばそのお話しされた方を まあ監視というか、面倒を見てた人です、ね、にインタビューをするとかです、ね、いろんなあの方法を使って、えー、遺族の方々や、あるいはその一般の日本国民が、まあ、北朝鮮が悪いことをしたというのはもう事実で、それは誤っている、金正ジョン総が誤っているわけですけれども、しかし、どうなったのかっていうことをやっぱりちゃんと知る権利は我々にあると思いますので、それはしっかりと、まあ、あのそういうレポートを出していただく必要があるかと思います。 それからあの2番目の質問ですが、あの別に今、ADB に入るという話があるというわけではなくて、ですねあのアメリカの敵として、えーまあ、まあイランなんかもそうです、ちょっと前だったらあのミャンマーもそうでしたけど、えー、国際的なさまざまな経済、金融機構に入ることができなかったところが、ですねそういうところから解放されると、結局は。 WTO に入り、IMF に入り、世銀に入り、ア,アジアの国であれば、アジア会議に入りというふうになっていくという、一般的な発展同上国のやることを北朝鮮がこれからやっていくという、一般的な意味で申し上げたので、今、特定のなんか、そういう加盟手続きが流されているとか、そういうことではないです、はい、あじゃあ、あの最後ということで、じゃあ、前の方、お願いします。 個人会の小林と申します、えー、先生のお話、非常にあのショック、ショッキングだったんですけれども、日本だけじゃなくてアメリカにおいても同じなんですが、北朝鮮はです、ね、核を放棄するわけがないというまあ考え方がまあかなり強いと思うんです、で放棄したらもうただの2500万人の小さな国になってしまうと。 今、核があるからこそこれだけまあ世界からトランプも相手にしてくれているわけですからこれが一つとですね本当にじゃあそこを捨てるのかどうかということとそれから南北統一の時にですね南側も北の核を非常にえ使おうとえ温存しようと。 温存すすべきだといいう見方もございます、ね、で、これは、えー、この点をどういうふうにお考えになっているかということ、それから、質問します、ね、もう長くなりますけれども、北の核はアメリカを納得させるためには、まあ、長距離ミサイルを廃棄するということで解決できると、そうすると、まあ、日本が一番、外務省なんかも言っているのは、えー、 日本を攻撃するミサイルはそのまま残るし核も残,る残すに違いないという見方もありますね、このまあ3点についてちょっと教えてください、はい、あの北朝鮮が本当に核を捨てるのかどうかという,ふうな議論が妥当だったのは2017年までだったと思います、もう2018年の6月以降はそれは過去の話で、え本当にどういうふうに。あの 核を放棄するスキームを作るのかによって、それが実行できるかどうかっていうことが判断されるという段階に入っていると思いますので、それは北朝鮮もあの正式の会議で核を放棄する方向に今、か舵を切っていますし、アメリカも本当にそれを実現するためにどうやったら、それ国内的にもそうだし、北朝鮮との関係でもどうやったらいいのかっていうことを真剣に議論してますので、それはおそらく可能だというふうに思ってます。 それから統一の時に北の核温存ということですが、私は統一までに時間がですね相当かかると思います、30年とか40年とか50年とかかかるんじゃないかなと、北朝鮮がこけない限りですね、で今ある核、まあ、核あの兵器にも賞味期限がありますから、作ってからやっぱり10年、20年経つと、あのもう一回作り替えないといけないんですが、核を放棄してしまうと、もし、 核し持ってたとしても、そういう作り替えというのはできませんから、そしたらその起爆するかもどうか分からない、あの核物質の塊を持っていても、それは核兵器と言えませんので、そんなものを持ってあの統一後のですね朝鮮半島でそれを使えるというのは、ですね、まあ、あのレトリックとしてはあると思いますし、そういうことを言う,う民族的、主義的傾向の極めて強い方々が韓国にいらっしゃるのは承知してますが。 しかし、そんなことをやったら韓国がどういう目に遭うかというのは今、北朝鮮に対する国際的な制裁を見れば明らかで、ですねこんなことをしたら統一朝鮮自体がまあ大変な目に遭って自滅してしまうということになりますから、それはあの論理的可能性はあるにしても現実的にはあの選択できない選択肢であるというふうに思います。 それから北の核が、まあアメリカはですね、長距離ミサイル、そして自分の本土に飛んでくるものさえ、えー、まあ捨てればですね、それでよくて、あとその日本とか周辺国に飛んでくるものはですね、野放しにされるという、まあ、あの、懸念があるということですが、まあそれは、あの、どれぐらい北朝鮮の核がちゃんと申告されて、放棄されるか、廃棄されるかによりますけれども、あの、準 軍事のことだけ考えて言うとその可能性というのは残ると思います、えー、ただあの日朝国交正常化して、えー、日本が経済協力を始めてですねで経済協力は別私的ではなくてあ継続的なあの経済関係を日本と持っていくわけですから北朝鮮にとっても中国の脅威をヘッジする上で日本との付き合いというのは極めて重要になってくると思いますでそういう重要なあのパートナーを 攻撃するる気になるのかどうか。どうこれはあの例えば我々は、えー、ロシアとか中国があの日本に向けて核を配備しているということは知ってますけど、えー、ロシアとか中国が撃ってくると思ってないわけですよね。 まあ、尖閣の問題でちょっと中国と契約になったときには、そういうことが頭をもたげけてきたかもしれませんけど基本的にはまあそういうことはないだろうというふうにして、えー、中国とは平和友好条約まで結んで、ですね関係を極めて深い経済関係を持っているわけですが、北朝鮮とはなぜ持てないのかっていうのは、別に北朝鮮だから持てないということはないと思います、はい、あの長時間、どうもありがとうございました。あの今日はですねあの 新しい北東アジアとともに歩む日本と今日のお話を代表するようなあの一筆を書いていただきましたそれであの恒例に従いましてクラブの方からあのネクタイをお礼に差し上げますどうもありがとうございましたありがとうございました